コンラッドホテル大阪、まあ、これはあの数週間前に、開業したばかりのホテルなんですけど、まあ、あのコンラッドっていうのは、ヒルトンの最高級ブランドで、日本ではあの東京に次いで、まあ、大阪が2つ目のホテル開業ということになります。で、まあ、ここはですね、あの、ロビーが40階にあるので、すごくロケーションがいいんですよね。もう大阪湾が360度一望できるというような、まあ、そういう、こう絶好のロケーションに、計画されたホテルになります。うん、大阪を街を見下ろすようなものがウィンドウ越しに見えてきて、で、そこからあのホテルのエントランスロビーに入っていくんですけど、まあ、そこには2体のですね、巨大な、5メーター以上ある彫刻が2体あるんですね。それはあの、生光栄さんの作品で、で、それのコンセプトは風神と雷神というコンセプトになっています。まあ、要するに、風の神、亀の神で、まあ、これも一つの現象を捉えたものになって、まあ、それを奈々さん流に抽象化して作っていると。で、その2体の間を縫って、イントロスローに入っていって、で、そうすると今度 真正面ですね、特殊フィルムを使った無数の折り紙で構成された一つのこう巨大な雲みたいな跡が、あるんですけど、それは、松尾孝弘さんという メディアアーティストによるもので、で、それもまさに現象で、空調のわずかな風で、全体がサーサーサーって動いてるんですね。で、しかも、特殊フィルムなんで、明かりが、日の光とか人工光とか当たると、ちょっとこうプリズムが出たりして、なんかそこに、一つの、雲とか、あるいは風とかですね、まあ、そういうような体感できるようなアートがあって、でさらに、レセプションカウンターのバックには、カナダの、アーティストの、ブレッドコマっていう人による、巨大な無垢の木を使ったオブジェがあって、まあ、それはまあ、たくさんのですね、木の塊をこう繋いで作ったようなもので、まあ、それはブレッドが言うには、大阪のこう水脈みたいなものをイメージした。で、ここで水という要素があって、まあ、そんなわけでですね、まあ、随所に、その自然現象、みたいなものをテーマにしていて、例えば、レストランの、メインダイニングなんですけど、まあ、そこもやはりその水がテーマになっていて、天井を見上げると、なんかこう、水門みたいな、オブジェがですね、あったりとか、あるいは、その、客室に向かう、コリドーなんですけど、まあ、そこは、非常にこうシンプルな作り方をしてるんですけど、カーペットのデザインが、ちょっとこの、天の川みたいになっていて、まあ、そこに、特殊な光を合わせることによって、長い廊下が、一つのこう、天体の天の川みたいな、こうイメージになっていたりとか、しております。で、まあ、あと、ボールルーム、宴会場なんかっていうのも、やはりその、天体みたいなのがイメージになっていて、まあ、これちょっと口で説明難しいんですけど、天井部分が、巨大な惑星みたいな感じになっていたりとかですね。まあ、そういうような形で、表現はこういろんな表現があるんですけど、すべて、自然の現象がテーマになっております。あ、それからもう一つ、三層吹き抜けのアトリウムがあるんですけど、まあ、そこに、ちょっとこう、特徴的な螺旋階段があるんですけど、まあ、それは、風に なびく リボンみたいな感じ、とかですね、まあ、すべてが、そういう、こう、自然のモチーフということになります。ただ、形にとらわれずに、日本の持つ精神そのものを、形にしていきたい、空間化していきたいというふうに考えたので、まあ、そういう意味でいくと、まあ、日本っていうのは、もともと八百万の神で、自然との中にある ありとあらゆるものの中から、いろんな発想を得たりとか、ものづくりをしたということがあるんで、だから、
さらに、もっと根源的な、日本のものづくりの精神に戻ると、その形で残ってるものはもう何もなくなってしまって、その風とか雲とか光、太陽とか、もうそれだけが、残っていって、そこで、ある日本の世界観を、表現していきたいと、まあ、いうようなことがあって作っていったに